オリジナルレシピは3000以上。鉄人も認めた創作中華の巨匠五十嵐美幸さんに、野菜ソムリエの資格を取得し料理の腕も上達中の沢井キャスターが役立つ情報もプラス。今日はどんな激うまレシピが誕生するのか。美幸先生、はい、私4月から報道キャスターにすごい、ね、いただきまして、うん、現場に行くことも増えるので、はい、あの移動中でも食べられるようなワンハンドレシピになるものを知りたいなと思いました。ワンハンドで出かけて食べるけどしっかり栄養も取りたい、ね、そこでちゃんとお腹をすぐ満たしてエネルギーとして使える。わかりました。今回じゃあ中華クレープを作ってみたい。中華クレープ、はい、中華にクレープって想像がつかないです。クレープといえばあのデザートのイメージがあります。でたまにほらハムとかサラダなんてもあれをちょっと中華風にアレンジしたものを作っていきたいと思います。美味しそう。はい、ワンハンドでお弁当にもパーティーにもおすすめ中華クレープ。材料はこちら、豚肉、そして野菜はきゅうり、長ネギ、サンチュ、食感が楽しめそうな野菜が多いですね。そしてみゆき先生のレシピでおなじみの天ぷら粉、今回は生地に使うんですかね。楽しみです。まずちょっと野菜を切っていこうかな。まずきゅうり、きゅうりを細切り、あとネギも細切りにしていきたいと思います。じゃあちょっと1個試しにきゅうりの細切り、やっぱり綺麗にあの長さを揃えたいので綺麗に細く細く、ここはねやっぱりバラバラになると食べづらくなるのでここはしっかり揃えてあげたいんですね。意外と難しいですねこれ。厚さをね揃えてあげる感じで切ってから綺麗に細切りにしてあげてください。綺麗、さすがです。先生、しっかり長さを揃えた状態で置いてあげてください。おお、はい、美しい。じゃあ、じゃあ、はい、お願いします頑張ります、はい、まずは薄切り。きゅうりが安定しない場合は切った面を下にすると安定して切りやすいですよ。あー、どうしても動いちゃいますね。滑っちゃうんですよね。うまく切れないです。やっぱり私が切るとこういう斜めの形の悪いものができてしまいました。そしたら 2,3 枚とかにして切ってあげるか。わかりました。おお、行きましたね。重ねすぎも良くないですね続いて長ネギ、繊維に沿って縦に切り込みを入れ芯を取り出し外側の白い部分を広げて細切りにしていきます。残った芯の部分は味噌汁などに入れて無駄なく活用してくださいね。はい、ネギはもう本当に切り方によって違うので今回はこのネギのシャキッとしたところを生かしたいので繊維に沿ってこういうふうに切ったことによってネギのこの辛みがちょうどこの豚肉といいアクセントになる、はい、へえ、いいんじゃない。ネギは先生今回はネギに関してはうまくいけそうです。続いてフライパンにサラダ油を入れて豚肉を炒めていきます。今回の中華クレープって、うん、イメージとしては北京ダックのような。そうですそうです、うん、甘味噌系でさネギキュウリとかさあの味ってみんな大好きな味なんだよね、うん、ワンハンドでも栄養しっかり取りたいじゃない。取りたいです、ね、できればあのコンビニなどで済ませず、うん、自分でこう作ったもので栄養を取りたいなとは思いますね。豚肉が焼けたら一度火を止めて甜麺醤を入れていきます。全体的にお肉に甜麺醤が絡まったら火をつけて炒めていきます。こうすることで焦げやすい味噌も失敗せずに炒めることができるんです。さあクレープ生地を作るんですけどもやっぱりクレープ生地ってちょっと難しいじゃないですか。難しい、作ったこともないです。ないでしょ、はい、ここでいいものがあるんです。ここでみゆきの激うまポイント。今回この粉は天ぷら粉です。以前のレシピチヂミとかフライドチキンでも出てきました。そうなんです。この粉はもうとても優秀で卵もね入ってたりもするのでこれでクレープ生地を作っていきたいと思います。まず天ぷら粉に牛乳。牛乳ですか。どうしてまた牛乳、はい、牛乳を入れることによってマイルドになるので牛乳で割っていきますね。でさらにこれお水も入れてあげてください。さらにお水も加えます。ほんのり甘くしてあげることが大事なのでお砂糖を入れてあげてください。そしてここに油。油、うん、なんかすごい実験してるみたいな気分
はい、よく混ざったかな。よし、そしたら早速クレープ生地を焼いていきましょう。あ、これちょっと難しいやつじゃないですか。心配。大丈夫です、穴が開いても食べれます。そうですね。油を染み込ませたキッチンペーパーで薄く油を引き、火をつけます。全体的に広がるぐらいにしたいので、よいしょ、フライパンを回して、そう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 、で、ある程度フライパンが温まらないとこうやってくっつかないんですよ、生地がね。なるほど、うん、あ、もうあと放置ですか。そう、火はそのままつけて、そうそうそう、うん、あのしっとり しすぎず少しサクッと感がある、うん、あの生地に、ね、仕上げているのでね。周りに焼き目がついてきてフライパンから剥がれてきたらひっくり返します。よいしょ、よいしょ、おー、いいんじゃないですか。なんかね、ちょっともっちりしてる感じなんだけど、うん、カリッとしてるね、この生地って。確かに、うん、そして天ぷら粉を使ったからなのか破けづらい気がしますね。結構生地がしっかりしてる。おかずを入れるのには結構こっち系の生地の方がカリッと美味しく、ね、うん、なるのでね。反対側も焼き目がつくまで焼いていくと、スルッとフライパンから外れて、よし、おお、よかった。さあ続いてどんどん焼いていこう。はい、そうだ、まだ終わりじゃない、はい、1枚足りない。今回の分量で4枚ぐらい生地を焼くことができます。焼いているうちに仕上がりもどんどん上手になってきました。おお、いい感じ。やばいじゃない。中華クレープなので早速巻いていきたいと思います、うん、はい、で今ネギとキュウリやって、あと豚肉甘味噌炒めを作って、そして今回はサンチュを使っていきたいと思います。サンチュ、はい、とここでソムリエプランス。サンチュは濡れたキッチンペーパーを使って乾燥を防ぐべし。サンチュはとても乾燥しやすいので、濡らしたキッチンペーパーをサンチュの上にふんわりと乗せてあげます。空気に触れる部分を最小限に抑えることで乾燥を防ぐことができるんです。それでは巻いていきますよ。生地の上に少し葉が出るようにサンチュを置きます。その上に豚肉、さらにネギとキュウリを乗せて、そしたらこれをよいしょよいしょ、あ、ここはもうまさしくクレープのように。最後ここを押してみよう。おー、うん、あ、そう、できた。いい感じじゃないですか。すごい。お皿に盛っても華やかで、パーティーにもぴったりですよね。中華クレープの完成です。はい、皮が、うん、カリモチですね。そうなのよ、カリッともちっと、またこの甘味噌とこの豚肉でネギとキュウリが入るともうまさしくこの北京ダックですね。そう、あの甘味噌がすごく深みがあって、はい、コクもあって、うん、すごい美味しいです。本当なの、これで一気にエネルギーチャージいけそうです、うん、一気に元気が出ました。でこの生地はもう本当冷めても美味しいので、このカリもちが続くので、もう本当にこうやって包んでもらって、もう持ってって、もうちょっといいお昼とかにパクパクっと食べればね、いいかなと思います。食べてみましょう、これ。うん、うん、うん、いっぱい野菜が入ってますね。美味しいね。うん、サンチュのシャキシャキ、シャキシャキ、このネギの辛み、いいよね、辛みがね、そう。これ水にさらすと、ちょっとベチャッとしてしまうところを、あえて水にさらさずすることで、シャキシャキ感も生きてますね。これでも確かにペロッといっちゃうね。じゃあ今日のポイントは大丈夫ですか。大丈夫です。クレープ生地は天ぷら粉を使って、カリッともちっと、そして野菜もたっぷりで栄養満点、パワーチャージ。